さまざまな自然の草花や盆栽を集めた春の山野草と商品盆栽展が高浜町の公民館で開かれました。この展示会は町の内外の山野草や盆栽の愛好家で作る高浜さつき同好会が毎年この時期に開いています。今年は去年新型コロナウイルスの感染拡大防止により展示会を中止したことから2年ぶりの開催となります。エントランスホールには会員11人が育てた山野草と盆栽およそ100点が展示されました。中にはボールのような丸い赤と白の花を咲かせる八角蓮や傘のような形をしたヤブレガサ、それに葉が銅の色をした銅葉やグルマソウなどがあり、どれも会員たちが丹精込めて育ててきたものです。また2日から5日までの展示期間中には会員が育てた山野草のチャリティー即売会も開かれ、訪れた人たちがお気に入りの草花を選んでいました。なお、即売会の売上金の一部は高浜町の社会福祉協議会に寄付されたということです。